こんにちは、愛です。今日は突然ですがヘルシンキに来ていますというお話です。と昨日スタンド FM の配信を再開するというお話をしたと思うんですけれども、話をなんかこういろいろこう一人でいろいろ考えて、でどうしようかなっていろいろ思ってる時に、やっぱりなんかせっかく生まれたんだったら本当に後悔のない人生を生きたいなっていう気持ちだったり、心から望んでいた人生を生きる、楽しい今にするっていうことってとても重要なんじゃないかなって思いました。でよく思うのが、頭の中でそういう、こう理想の未来だったりこういう風になったらいいなっていう未来を思い浮かべるのってみんなよくやってるんじゃないかなと思うんですけれども、その夢をずっと夢のままにしておくのか、それともそれを実現して人生の最後にいろいろあったけどやってよかったなって思える人生にするのかっていうのは、なんかすごい大きな差があるんじゃないかなと思います。という私も実はこのヘルシンキに来るっていうか、一番のメインの目的はちょっとまた別にあるんですけれども、今回フィンランドとスウェーデンに行くっていう旅行をずっと計画して、で実行に移して、今ヘルシンキに来て、ちょっとカフェの中で今この配信を撮ってるんですけれども、なんかこう行動するっていうのがすごく難しいけど、もうえいって思って、なんかこうエネルギーを集中させてやるしかないなみたいな、そんな感覚にちょっと今年の春とかになって、で実行することにしました。でそもそもなんですけど、私はスウェーデンにすごく行きたいっていう気持ちがあって、でそれはなぜかっていうと、小学校の頃に大好きな本があって、それがリンドグレンっていう長靴下のピッピーとかで有名な女性の作家さんで、その方が書いた深町村の子供たちっていう本があるんですけど、子供向けの本で、でその本が大好きで、でそこのスウェーデンの田舎の中で過ごしてる、本当に3軒の家とそこに住んでる6人の子供たちの生き生きとした様子とかが描かれてるのを何度も読んでいるうちに、本当ここはどんな感じの国なんだろうとか、ここで食べてるものってどんなものなんだろう、炙りソーセージって言うけどどんなものなんだろうっていうのがすごく子供の子は気になってて、でその頃もうちょっと年齢とか言っちゃうとめちゃくちゃあれなんですけど、本当に50年ぐらい以上前の子供の時代っていうのはインターネットもなくて、で図書館とかに行っても世界地図ぐらいしか情報がなくて、で調べようにも調べることもできないし、でどういう家に住んでてどういうものを食べてたのっていうことは全くわからないまま、ただどんな感じなんだろうっていうのがずっと気になってて、でも今の時代はもう行きたいなと思ったらすぐネットで航空券も取れるし、ホテルも予約できて、で何かあっても日本にすぐ連絡が取れたりするので、このタイミングでもう行くしかないって決めて行くことにしました。
か子供時代の自分を笑顔にしてあげたいなっていう気持ちがすごくあって、今年はその子供の頃の自分を笑顔にしてあげるってことがちょっとなんか今年2023年の目標だったりします。という感じで、とりあえず今はフィンランドのヘルシンキについて、今日の夕方にストックホルムに移動するんですが、夢を夢のまま終わらせないっていうことと、あともうなんかやるしかないみたいな自分にもうなんかこう気持ちをちょっとそういう気持ちになるようにして行動することをちょっとやってみようかなと今思っています。ちょっと長くなってしまったんですが、ちょっと今の気持ちを喋ってみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。